こんにちは、今日は二直線の平行垂直について、簡単にお話ししたいと思います。まずその前に方線ベクトルという概念の説明なんだけども、直線 AX プラス BY プラス C イコール0がありました。この係数 A、B をそのままベクトルの X 成分、Y 成分としてあげたもの、それが必ずこの直線に垂直になっています。この直線の方線ベクトルと呼びます。では今のがなぜかっていうことなんだけども、この直線 AX プラス BY プラス C イコール0は、B が0じゃないとすると傾きマイナス B 分の A になります。マイナス B 分の A ってことはね、 X 方向に B 進んで Y 方向にマイナス A 進むということ。だからこの直線の、向きは B マイナス A という成分のベクトルなわけ。はい。そしたらこの B マイナス A というベクトルの成分と AB という成分、内積取ったら0になるじゃない。内積0になるってことは垂直と考えられるわな。はい。まあ、ということで、この直線と垂直になるぞということでした。まず今回のこれに関しては結果をね、覚えておきましょう。係数だけ取り出せば良いぞという結果を覚えておきましょう。それでは、この2つの直線が平行である条件、垂直である条件、知ってますかね？結果はこうです。平行は A1B2-A2B1 が0。ね、垂直は A1A2+B1B2 が0、ね。結果はもう覚えておくべきなんだけど、先生、Y イコール2せちゃダメですか？ってね、質問しそうな人がいると思いますけども、全部 Y イコール2できるならいいんだけどさ、もしこの B1 って文字が0だったら Y イコール2できないでしょ。できないからそんなことしちゃいけないのよ。だからこれはちゃんと覚えとかなきゃいけないわけ。でもなかなか丸暗記するのはきついよねってことで、方線ベクトルの話をさっきしたわけよ。いいかい？この2つが平行であるということは、図見てもらえばわかる通り、方線ベクトルも平行と考えられるよね。だからこの直線の方線ベクトルとこの直線の方線ベクトルが平行って考えるわけ。これやり方はまた別の機会に喋るけども、 X 成分 Y 成分バッテン、 X 成分 Y 成分バッテンってふうにかけて、バッテン引くバッテンが0ってしてあげたものが平行なわけ、ね、こう無知でピシッパシッって殴るみたいな感覚でね、バッテン引くバッテンが0ってしてあげたものが平行ということ。そしてこの二つの直線が垂直になってるってことは、方線ベクトル同士が垂直になってると考えられるわけだから、この二つのベクトルで内積ゼロしてあげればいいよね。っていうふうにして、その場で作れるようになってくれればいいと思います。はい。では、今のこの二つを使う練習問題を、こちらに書きました。福島大学の問題です。ちょっと今ね、動画を止めて、やってみてください。はい。よろしいでしょうかね。では、解説していきます。まず今回はね、Y の係数に M がついちゃってるからね、これが0かどうかって場合分けをするんだったら、傾きが一緒とか傾きの積がマイナス1やってもいいけども、場合分け好きな人ってまさに M じゃないですか。 M だってね、ドッカーンと、あ、失礼しました、授業しよう。なんだっけ、 Y イコールの形にできるならそれでもいいけど、これ0かどうかって場合分けしたくないじゃないね。だからさっき言ってた平行条件、垂直条件使うわけ。うん。そのために、まずこの直線の方線ベクトルは、X と Y のこの係数そのまま連れてくる。こっちも同様に、X と Y の係数そのまま連れてくる。ね。で、まあこの二つを、こんな感じでね、横に並べてあげて、で、バッテンにかけて、バッテンにかけて、引いて0ってしてあげたのがこの式ということ。あ、ちなみに今ね、縦ベクトルってものでこうやって書いてるけども、これ別にこうじゃなくて、横ベクトルで書いてる人がこう書いて、こうかけて引いて0としても同じ式出てきますから、そこは安心してください。ということで、今回二次方程式解いてあげると、こんな値になります。ね、これが二直線が平行になる条件でした。で、垂直の方だけども、方線ベクトルの内積を考えて0だったよね。だから、X 成分同士かけて、Y 成分同士かけて、足して0だぞって式でこんな式になりますね。はい。で、あとはこれを計算すると、こんな値が出てきますかね。はい。ということで、M イコールマイナス2と0が答えということでした。はい。この平行と垂直、結構いろんなところで使えますからね。
方線ベクトルを出せるようにして、きちんと自分で平行条件、垂直条件の式作れるようにしておきましょう。